外資資の中国投資減少これ日本からじゃなくてもう国際的にねもう外国から中国への投資っていうのがだいぶ減ってますよということですねで成長ドン世界に主にということでまあ確かにそうなんですね世界経済の牽引役ってアメリカと中国だったわけですよアメリカ結構アップアップしてましたけども中国はずっとねここ10年間ぐらいぐんぐん伸びてきて世界経済の牽引役になっていたわけなんですね、えー、そこへ来て今はまあコロナで 持って中国経済一旦沈みましたでその後すぐ再開して少し戻ったかなと思わせていた時期もあったんですけどもその後ねやっぱり過度なゼロコロナ政策でもってもう国内が完全に疲弊してしまったそして近平はね経済をよくするということは二の次三の次で共産党一党独裁そして自分の終身皇帝これを実現させるのがもう一番になってますのでまあ多少中国の経済がどうなろうがそんなこと ううこととはどうでもいいと、えー、そして彼がやろうとしているのは毛沢東主義ですからね共同富裕って言いますけどもそれやって共同貧困に落ちちゃったのがねかつての毛沢東がやった大失態をまた再び金平がやろうとしているわけなんですけどもだからもう中国の経済本気でよくしようということはあまり考えてないように見えますね私の目にはね。でどういう状況かというとやっぱり米中対立というのが今かなり激化してきています。かつてはねほら、えー、トランプさんの時代 であれば、まあ中国製品に関税かけるとか、そこら辺から始まりました。で、ファーウェイのね副会長毛バンシュがね逮捕されたっていう話で、えー、テクノロジー戦争に展開し、中国が一帯一路でね中国元を世界通貨にしようとする、それをアメリカは一生懸命阻止する。そんな対立をずっとしてきたわけなんですけれども、米中対立今どこまで来てるかというと、半導体を中国に輸出しないというホイモを作ってますよね。A B C D ホイモ。A B C D ホイモっていうのはアメリカとかね、えー、イギリス S とか中国、あとお当時オランダねが日本経済をこう隔離したという日本に対する経済制裁をやったわけですよねところが G が J になったジャパン J これが中国のまあ経済包囲を築くというかつての ABCD 包囲網ですね ABJD 包囲網というジャパンが入ってそれで中国の経済を制裁していくというだからあの対ロ,ロシアのようなああいう経済制裁ではなく半導体は売らないとかそういう静かな経済制裁なんですねで中国のものはあんまり買わない とかもしくはこれまで全部中国で作ってたのを半分は例えばミャンマーに持っていくとかねカンボジアに持っていくとか、まあ、そういうふうにして緩やかな 包囲網ですよね半導体占いまで来て、韓国にまで、だって韓国なんか中国にいっぱい半導体売ってね、儲けしたわけですけど、それをさせないというところまでアメリカと手を結んだ日米韓のね、首脳会談毎年やるって話になりましたそこですよ。韓国が中国がに行かないように、日本とアメリカでグリップするって話ですよね。そして台湾も、だからほら、熊本に大規模な台湾の半導体メーカーが工場を作る。だから台湾も中国に出さないようにと、えー、日米韓、台湾、そこでもって、中国に占いで、でもうアメリカも 買う買しヨーロッパにも売ろうということでまた金平も寄せばいいのに政治的な問題があるとその国のね駐在員をスパイ容疑で逮捕したりとか何か急に法律変えてねビジネスできなくさせたりとかもしくは撤退しようとしてる会社意地悪して撤退させないようにしたりとか中国様を怒らせるととんでもない目に遭うぞって言って親分かぜっていうかね牽制してるんでしょうけどもそれってチャイナリスクなんですよ全部。政治はもう本当にトップの鶴の鶴一声で どうにでもなってしまう中国にとってちょっとマイナスなことをするとものすごい妨害されるこれもいちいち全部チャイナリスクで中国はね飴と鞭を与えてね周りの連中にね自分たちの思い通りに振る舞うようにね調教しているつもりなのかもしれませんですけども一つ一つが全部チャイナリスクになってて中にはね完全撤退を決めた会社もあるちょっと中国やばいなとちょっと半分にしようとかね軸足を別の国に移すっていう会社も結構増えてきてるですね 外資の中国投資なんて増えるわけがないんですよ。生産工程に中国が入ってるだけで、あー、中国入っちゃってるんですね。い,いざという時に回、まあ、らないかもしれませんね。というふうに周りから見られるわけですよ。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。